こんにちは、島崎です。このチャンネルではですね、僕島崎がいろんな YouTuber を研究して、動画を人気にしていこうというチャンネルになってます。で、今回僕がやってみようと思うのがですね、この間 YouTube を見ていた時に、なんか車を塗装しているような動画を見つけて、これはいいぞと思ったので、今回僕がちょっと変わった塗料を使って僕の車を塗装していこうと思います。それではご覧ください。今日はこの中古で買った安物のルノーをかっこよく塗装していきたいと思います。今回塗装するのはフランス産のこの車、ルノーカング。この車ちょっと珍しくて、屋根に窓がついているジラフォンというタイプ、日本に88台しかない珍しい車なんです。早速作業していきましょう。塗装するにあたって、まずはこの辺にある邪魔なものを一気に外していきたいと思います。というわけで外れました。外したライトは踏んづけて壊したりしないように保管しましょう。洗車と足付け、スコッチブライトを使って車体に傷をつけて足付けをしていきます。いやー、しかしこの日は暑かった。アイス、エネルギーチャージが完了したところで、今度は洗車、洗剤を使ってきれいに洗車していきます。ドアの内側に塗装が流れ込むので、こちらも洗車していきましょう。この部分外せるみたいなんで、外してきれいに洗って OK、 洗車完了。次はマスキング、新聞紙をマスキングテープできれいに貼っていきます。ガラスのモールド部分などに塗料がつかないようきれいに貼っていきましょう。こんな感じでマスキングができたら、次は脱脂をしていきます。これを適当な布につけて車の油分を落としていきます。塗装前最後の工程は密着ロンをガンで拭いていきます。こいつを吹きつけることで、この後の塗料のノリが断然良くなります。まんべんなく塗れたら完成。お昼ご飯、パチンコで買った彼が昼飯を買ってきてくれました。ただいま。いくら買った？2万5000っすね。2万5000円。はい、今夜はステーキ、ごちそうさまです。焼肉。ちゃん、ありがとう。いやいや、飯を食ったら最後は塗装です。じゃあ運命のこいつを塗っていこうと思います。この塗料なんですけど、ちょっと変わった塗料で、黒板塗料っつって、塗ったもんが全部黒板になっちゃう不思議な塗料なんです。それをこの車に塗っていこうと思います。 GO。 どんな塗料なのか楽しみですね。これ緑を買ったつもりが真っ黒でした。完璧に黒だ。まずは細かいところをハケで塗っていきます。平らな面はロールを使って塗っていきます。このようにザラザラになるので、何度も重ね塗りしていきます。さっきのスプレーガンを使えばいいじゃんと思うかもしれませんが、スプレーガンを使うとこうなりました。スプレーガンはやめましょう。汚いところは塗装で上から塗ってごまかしちゃいましょう。いい感じに塗装が進んでいったのですが、やっちゃいました。塗料が足りませんでした。まあないものはないので、ここで完成です。あとはマスキングなどを剥がしたり、ライトをつけたりして、とりあえず完成。意外といい感じなんじゃないですかね。というわけで、これを黒板にするため1週間乾燥させます。黒板になりました。実験していきましょう。こいつで謎書きしていきたいと思います。
何かけます？せっかく自動7色あるんだから虹とかかけばいいんじゃないの？かわいいっすね。かわいすぎるよ。いや、そうなんですよ。まあでも黒板だからなんか青春っぽい感じもいいっすけどね。そうだね。卒業おめでとうとか書いとく。いきますか。そうだね。よし、やろう。思い思いの落書きをしていきます。意外といい感じ。これめっちゃ綺麗に描けてますね。てなわけで今回やってみたのは車を黒板塗料で塗るということですが、意外と味があっていい感じの車になるような気がします。皆さんもぜひやってみてください。さようなら。